現在一般消費者向けに市販されている食品には安全性を証明するために成分表示が義務付けられており、我々は無害であるという前提のもとに様々な食品を口に運んでいます。ですが過去には消費者の信頼を踏みにじるように一般流通している食品が何の罪もない人々の命を奪ってしまった凄惨な事件も存在しています。ということで今回は1万5000人もの被害者を出した大企業の乳製品、最強の激毒をばらまく殺人ユッケ、多くの謎を残した4歳女児まんじゅう変死事件など、食べ物が原因で起きた悲惨な事件を4件ほどご紹介していきたいと思います。では行く。雪印集団食中毒事件。2000年6月25日、雪印乳業の大阪工場で製造された低脂肪乳を飲んだ和歌山県の子供3人が嘔吐や下痢に見舞われ病院に運ばれました。その後の診断の結果、子供たちの症状は食中毒による可能性が高いと見られたものの、和歌山県保健所は夏風邪によるものだろうと断定し、食中毒の調査を行わず、このずさんな判断が後に取り返しのつかない悲劇を生み出すことになります。その後、事件発生から2日後の6月27日から28日にかけて、大阪市内の病院で食中毒とみられる患者が相次いで診察に訪れ、彼らは子供たちと同様に雪印の大阪工場で製造された飲料を口にしていたことから、大阪市保健所は雪印大阪工場に立ち入り調査を行いました。その結果、大阪工場で製造された食品が食中毒菌に汚染されている疑いが見られたため、保健所は雪印に対し製品の自主回収と新聞への謝罪広告の記載を指導しました。しかし雪印側は本社の重役が株主総会に出席しているためすぐに対応することは難しいとして即時対応を行わず、翌日の29日になってようやく製品の回収を始めたのですが、その後も広告を記載することはありませんでした。そして雪印側の不誠実な対応に危機感を覚えた保健所が29日に食中毒の疑いを公表する記者会見を実施し、これによって本件がようやく世間に周知されることになりました。その後雪印側も29日深夜にようやく記者会見を行ったのですが、汚染された商品は21日から30万個ほど出荷されていたと見られており、このあまりにも遅すぎる対応に世間からは批判が殺到しました。それからこの一件が明るみに出ると、大阪や兵庫、和歌山などの広範囲から食中毒の被害報告が殺到し、最終的に本事件によって食中毒被害を受けた人物はなんと14,780人にも上ることが判明しました。そして被害者の多くは比較的軽い症状で済んでいるものの、一部入院に至った重症者も存在したほか、奈良県の80代の女性が食中毒によって入院した後に医療ミスによって死亡するという痛ましい事故も発生しています。その後、この食中毒事件が発生した主な原因について、事件が起きる約3ヶ月前に北海道の工場でつららの落下による大規模な停電が発生し、設備の機能障害によって製造された脱脂粉乳に毒素が発生していたことが分かりました。そして工場側もこの事実を把握していたものの、不祥事の発覚と叱責を恐れた管理者がこれを隠蔽し、毒素が残ったまま脱脂粉乳を大阪の工場に送ってしまったことが本事件の主な原因になったようです。以上のように度重なるずさんな対応が被害拡大を招いた本事件ですが、この不祥事に対し当時雪印の社長を務めていた石川哲郎氏は7月4日に開かれた会見の場で、黄色人種には牛乳を飲んで具合が悪くなる人間が一定数いるなど被害者を逆なでするような発言を繰り返し、1時間ほどで一方的に会見を打ち切った挙句、会見の延長を求める記者に対して、そんなこと言ったってねえ、私は寝てないんだよと激高しており、報道を見た視聴者から批判が殺到しました。その後石川氏は各方面への対応や止まない批判の声によって体調を崩して入院を余儀なくされ、それからほどなくして社長を辞任しているほか、一連の不祥事によって雪印乳業の幹部ら5人が逮捕される結果となりました。殺人ユッケ事件。2011年、株式会社フーズフォーラスが経営していた焼肉チェーン店、焼肉酒場恵比寿の富山、福井、神奈川の店舗でユッケなどを食べた客181人が食中毒になり、うち5人が死亡、24人が重傷になる事件が発生しました。食中毒の主な原因になったのは、ユッケに付着した O111 という大腸菌で、この菌は人の体内で青酸カリの5000倍強い毒素を発生させる上、感染力も非常に高く、感染者が触れたドアノブやタオルに触れた人物にも二次感染の恐れがある危険な菌として知られています。
また潜伏期間も2日から9日と長いため、こうした菌の特徴も被害拡大を招く要因になったと考えられています。そしてこの菌は主に牛などの腸内に生息しており、食肉を加工する際に菌が肉の表面に付着してしまうこともあるため、食肉処理場や卸業者には菌が生息している部位とその他の部位をしっかりと分けた上で肉が触れ合わないよう保存し、同様の設備や器具を使用せず加工することが求められているほか、提供店舗では肉の表面を切り落とすトリミングという処理が必要とされていました。ですが牛肉の卸元の大和屋商店には小さな冷蔵庫しかなく、肉同士が触れ合った状態で保存されていたほか、内臓用とその他の肉用で包丁やまな板が分けられていなかった。本来は生食用ではない牛肉を生食用として販売するなど、ずさん極まりない体制で食肉を管理販売していたことが明らかになりました。またユッケを提供していた恵比寿側も、肉の衛生検査やトリミング処理を行わずにユッケにしていた上、売れ残ったユッケはそのまま保存し、翌日以降にも客に提供していたことも分かりました。そしてこの不祥事を受けてフーズフォーラスは謝罪会見を開き、そこで社長を務める神坂康弘氏が取り返しのつかないことをしました。本当に申し訳ございませんと謝罪を述べているのですが、この時の口調や態度が大げさかつぶっきらぼうだった上、その後は厚生労働省の基準に生食用の牛肉という明確な定義はなく、生食用ではない肉を提供したわけではない、今回使われた牛肉は卸会社からユッケ用にと提案されたもので、仕入れの段階で汚染された可能性が高い、ユッケ大好きですけどユッケは販売できないようにするのがベストな選択だと思うなど、被害者の神経を逆なでするような発言を続け、この会見は世間から逆切れ会見、開き直り会見と揶揄され批判が殺到しました。その後2016年に神坂氏と大和屋商店の役員1名が業務上過失致死容疑で書類送検されたのですが、その後嫌疑不十分として不起訴処分となっています。またフーズフォーラスには1億6900万円の賠償命令が下されたものの、フーズフォーラスはその後自己破産しているため、被害者に支払われたのは会社の保険金8600万円を治療費に応じて分配した金額のみという非常に後味の悪い結末をたどっています。大腸菌浅漬け事件。2012年8月7日、北海道の札幌市と苫小牧市内にある複数の高齢者施設で入居者に下痢や血便の症状が現れ、その後8月11日から12日にかけて女性入居者2名が相次いで命を落とす事件が発生しました。その後この事態を重く見た保健所が調査を行ったところ、症状が発生していた施設では8月1日に札幌の漬物製造業者岩井食品が販売していた白菜切り漬けという浅漬けが提供されていたことが判明しました。その後の調査の結果、白菜切り付けと症状が出ていた入居者の双方から同じ遺伝子型の大腸菌 O157 が検出されたため、保健所はこの一連の出来事を白菜切り付けを原因とする食中毒事件であると断定し、製造元の岩井食品に対して営業禁止命令を出しました。また2012年8月に入ってから北海道各地で100件以上もの食中毒の被害報告が寄せられていたため、保健所は9日時点ですでに岩井食品の白菜切り付けが原因ではないかと疑っており、11日には商品の回収依頼を出していました。それから保健所の調べによって原因になったのは7月28日に漬け込みされた後、29日から31日にかけて出荷された商品で、流通量はなんと 500kg にも上っていたことが判明し、最終的にこの商品によって169人が食中毒を発症し、うち8人が死亡する甚大な被害を招いています。そして商品が O157 に汚染された主な原因として、通常であれば水1リットルに対して 150mg の塩素を入れた水槽に原料の野菜 130kg を浸して10分間の消毒作業を行うところを、スーパーの特売対応に追われて倍以上に当たる 270kg の野菜を投入していたこと、岩井食品の従業員は目分量で塩素を投入していた上、塩素濃度の確認も十分に行わず、明らかに濃度が落ちているにもかかわらず塩素を追加せずに消毒を繰り返していたこと、菌に汚染された疑いがある原料と他の原料を同一箇所に置いていた上、備品は洗浄こそしていたものの殺菌は行っていなかったことなど、製造元のずさんな管理体制が今回の事件を引き起こした可能性が高いことが判明しました。また事件発生から約4年ほど前に行われた保健所の検査でも、岩井食品の製品からは基準を上回る細菌が検出されていたため、保健所は岩井食品に対し殺菌方法の改善を指導していました。これに対し岩井食品は2009年に殺菌効果を高めるために原料をより細かく切る、
塩素濃度を上げ、適宜数値を測定して記録に残す、などの内容が記載された改善報告書を提出していたものの、実際にこれらが行われた記録は残っておらず、品質管理は従業員の判断に委ねられていた可能性が高いと見られています。その後、岩井食品は謝罪会見を開いた後に廃業を発表し、経営者の自宅や工場などを売却して得た資金、約3億3000万円を被害者らに対する弁済に充てるなどして、事態の収拾を図ったものの、その後しばらくの間、関係者らに批判が殺到しました。因島毒饅頭事件。1961年、広島県因島で農業を営む A の自宅で同居していた4歳女児の B ちゃんが今に置かれた饅頭を食べた直後に苦しみ出し、搬送された病院で命を落とす事件が発生しました。その後、診察を担当した医師は B ちゃんの変死に違和感を覚えたものの、最終的に死因を心臓麻痺と断定し、それからすぐに B ちゃんの葬儀の準備が進められました。しかし、そんな中、突然警察宛に A 宅の近所に住む者を名乗る男から、今日 A 宅で葬儀があるが、どうも死に方がおかしい、あそこの家は 3,4 年前から不気味なことばかりが続いている、という事件性を匂わせる電話がかかってきました。それから警察が A 家について調べを進めると、4年前から2年前にかけて A 宅で同居していた兄夫婦と次女、三女の4名が相次いで亡くなっていたことや、 B ちゃんは亡くなった兄夫婦の子供で、夫婦の死後 A が身元を引き受けて面倒を見ていたことが判明しました。その後、 A の親族の相次ぐ死に事件性を感じた警察は、 A に葬儀の延期を命じるとともに、 B ちゃんの遺体の司法解剖を行いました。そして解剖の結果、 B ちゃんの体内からは主に害虫駆除用の農薬に使われ、人体にも有害なパラチオンという成分が検出され、 B ちゃんは饅頭と同時にこの成分を摂取したことで中毒死していたことが判明しました。それから警察が A 宅の家宅捜索を行った結果、何度からパラチオンが含まれた農薬の瓶20本が見つかりました。これに対し A は、先日購入したばかりのもので劇薬である農薬を自宅に置くことは禁じていたため納屋に保管していたと証言しており、 A の言葉通り見つかった瓶にはいずれも使用された痕跡はありませんでした。また警察は A 家の墓を掘り起こして兄夫婦らの骨も調べているのですが、それらからも毒物は検出されず、さらに饅頭も A が購入したものではなく、 B ちゃんが口に運ぶまで A は一切手を触れていない可能性が高いことも明らかになりました。しかし、その後なぜか警察は B ちゃんや親族らの殺人未遂容疑で A を起訴しており、さらに不可解なことに A は十分な証拠が出揃っていないにもかかわらず一連の犯行を自白しています。その後 A には一審で懲役15年の判決が言い渡されたのですが、あまりにも証拠が乏しかったことに加え、警察の自白調書にちぐはぐな部分が多く、一貫性に欠けるとして、1974年末に開かれた二審では無罪が言い渡されています。そんな因島毒饅頭事件ですが、真犯人は未だ見つかっておらず、やはり A が怪しいという声も多い一方で、B ちゃんが農薬を触った手で饅頭に触れた説、近隣住民説などの説も囁かれています。また A が警察に対して犯行を自供した背景については、当時の警察には暴力や脅しで犯行を自供させようとする腐敗したやり方が蔓延していたため、 A もそういった悪質な手で犯人に仕立て上げられてしまったのだろうという説が有力視されています。そして警察が執拗に A を犯人に仕立て上げようとした理由については、事件を早期解決して警察の株を上げようとしていた、事件が起きた因島は狭い島で他人の噂を娯楽とする陰湿な生活風土があったため、島民たちが A の悪い噂を次々と流し、それに流される形で警察も A 氏を悪人と断定してしまったなどの要因があった可能性が指摘されています。そして A は最終的に無罪を勝ち取っているものの、事件発生から無罪判決までの約14年間にわたり、親族を手にかけた猟奇殺人鬼として世間から非難され続ける日々を過ごしており、心身に相当な傷を負ったであろうことは想像に難くなく、本事件は警察の怠慢と閉鎖環境の悪臭が招いた最悪の冤罪事件として未だに語り継がれています。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て口に入れるものには注意したいと強く思った方は、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録をお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。終わり。はい、賢者ですが、マシュマロです。キリンさん、こんにちは。こんにちは。私は近々猫を飼おうと思ってるのですが、キリンさんの大ファンなので、キリンさんが嫌じゃなければ猫にキリンと名付けたいと思うんですが、どう思いますか？あー、これ前もやんなかったかな。2回目だったらごめんなさい。あ、ぜひぜひということでありがとうございます。
はい、ただまあ、これからね、僕が、とんでもない悪名を轟かしてね、なんか国家転覆したりとか、世界を闇に陥れたりとかして、すごい悪名を轟かせる可能性があるので、その場合のちょっとこの猫ちゃんのイメージ、というか、まあ、世間体とか、まあ、その辺だけね、ご了承いただければ、問題ないかなと思います。はい。まあ、お子さんで、の名前をキリンにしますとかだと、ちょっと考えさせてくださいって、逆になりますけど、まあ、猫ちゃんの、まあ、その、僕の悪名によって、その猫ちゃんのイメージも悪くなる可能性もある。まあ、良くなる可能性もありますけどね、国民栄誉賞とかね、まあ、ワンチャン取っちゃう可能性もあるので、はい、まあ、どっちも、まあ、あるけど、まあ、リスキーではあると、はい、まあ、それをご了承いただけるのであれば、ぜひとも、はい、つけてください。嬉しいです。ありがとうございます。